だって、どうすんだろう。だってやろうと思えば、多分、あと2、3回くらいは、ね、J はぶっ飛ばせるんだけど。レイラちゃん、なんとかできないの？自分、竜にもなれるんでしょ？確か、できない。ラケル君もなんとか言ってよ、ちょっと。もう。ちょっと今日はできないで貫こうか。ダメでも。レイラ、ジーバにお父さんにとどめをさせないのね。させねえよ。いくらさ、ちょっとね、急にね、ポッと出てきて、私がね、あなたのお父さんですって言われたってできないよ。わかりました。今のジーバなら、私の力でも大丈夫でしょう。あなたには辛い思いをさせてしまいましたね。私があの時、リューベンの気持ちをもっと分かっていたら、こんなことにはならなかったのかもしれません。お前やアトランティーナの人を、あなたを不幸にしてしまった。しかし、もうそんな思いはしなくてもいいのですよ。ジェイは今楽にしてあげます。ああ、そっか、名前、エレナ。レイラ、これからも人とのつながりを大事にして、このアトランティーダの村を見守っていくのですよ。さあ、ジェイバ、一緒に行きましょう。ありがとう、エレナ。我が子レイラよ、これからはお前が後を継いでアトランティーナを見守り続けてくれ。頼んだぞ。これダメだったかな。やっぱりトゥーバッドなエンディングだったかな。わざわざ2度聞いてきたのね。レイラ、呪いが解けて元の姿に戻ったんだね。竜の姿だって、レイラはレイラだから僕は気にしないよ。それに、レイラがこの神殿に残るのなら僕も一緒に残るよ。大切な友達を一人にはしておけないからさ。超優しい。よくやったな、レイラよ。お前の人への思いやり、そして友を思う気持ちがアトランティーナの人を救い、自らの呪いを解いたのじゃ。これからも友と力を合わせてアトランティーナの人のために尽くすがよい。その後、水流となったレイラは信頼できる仲間と共にアトランティーナを見守り続けた。村の人々は水流となったレイラを尊敬し、活気あふれる村へと復興させた。新しい水流との共存を続けたレイラは、多くの国との交流を持ち、そばにいる仲間と共にいつまでも幸せに暮らした。これちょっと違う。人が来た。おかしいだろ、これ。みんな帽子かぶってんじゃねえか、これ。なんかさ、これ、話的には、話的っていうか、村の人たちとかみんなの話的、あれでも竜だよな。これ絶対人の姿になれるよね。絶対人の姿になってるんだろうね。やっぱ外出ていくときは。
ね、このエンディングでもさ、ちょっとまた女の子っていうか、元じゃないか。人間のね、姿になってもいいんだけど。いや、でもちょっと待てよ。もともと、カエル状態を人間にしてくれたのは、ラドゥだったから、もしかして慣れないのかな？これもうこのまま、ずっとこのままなのかな？エイラは。人間に変身するような力はもしかしたらないのかもしれないな。まあ、竜だからもしかしたらラケル君をカエルにしてしまえる力は持っているかもしれないけど。いや、絶対持ってるよね。だってパパンが、ね、カエルの子にしちゃったんだもんね。レイラのこと。よかった。これだよね。これがっていうか、ついてくるべきだったよね。まさかね、言うことを100にしないといけないとはね、全然思わなかったんだよね。もう99とか、90代だったら、ね、話は聞かせてもらった、俺たちも行くぜって言うと思ったんだけど、別に、まあ、言っちゃったら別にフェニックスさん、そんな必要だったって いうことになっちゃうよね。ちょっと待ったーっつってさ、100と99？一人いれば、まあ、ついてきてくれてもよかったんじゃないの？三人でさ、俺たちはもう残るぜって言って、でもそれだとちょっとあれか。いや、やめようね。三人で仲良く暮らしたっていいんだよ。でもあれね、水流エンドだと、もう冒険に行くとかそういうことじゃないんだよね。もうレイラはアトランティーナを、ね、見守るっていうことだから、むしろ友達がね、僕は残るよと、いうことだったんだよね。これだよね。湖に入ったレイラをラケルが追ってきました。二人で神殿に向かいました。これだね。で、なぜかフェニックスも、私も力を貸しましょう。ここはあれか、ラケル君の絵とかね、その他のキャラクターの絵は出てこなかったのか。レイラは悩みましたが、自分の親である水友にとどめを刺すことはどうしてもできませんでした。これはね。どうだったのかな？レイラちゃんできたかな？ちょっとわかんないな。ラケルと共に人々を見守っていくのでしたと。ちなみにこの絵本は何色ですか？わかるんだっけ？結構自分で。一応セーブしておこうか。また。キャンセルされてしまいます。まあ別にキャンセルはいい。待って、キャンセルはダメだ。セーブしよう。これ、×ボタンで、これ使用して、これ新しいデータをもう一回作ると。ここで出てんのか。一応、これもキンキラキンエンディングなんだ。ということは、あれだね、とどめを刺そうが刺すまいが、金の、エンディングになるのか、それともとどめを刺してしまう方がダメになるのか。これちょっと気になるね。ちょっと、じゃあ、とっととドワーフの、ドワーフじゃない。いつもね、ロットをね、ドワーフって言っちゃうんだよね。申し訳ないんだけど、ちょっとロットのエンディングも見たいね。ロットのエンディングというよりも、どっちかっていうと、とどめを自分でね、刺しちゃうエンディングなんだけど、じゃあちょっと行こうか。ここまで来ました。ロットを連れてきて、もう一人ね、ある人を連れてきています。じゃあ、とりあえず行こうか。まあ、ここをね、別に、イベントいらねえじゃんって思うんだけどさ、とか、編集したらさ、35分なんですよ、この時点で。だからロットに残された時間はね、ぶっちゃけもう
5分もないと思うんだけどさ、ちょっと やりたいことがあってさ、せっかくだからねえねえみゆさんおはようございます。どういうことなんですかねこれ。仲間になってくれたんで、せっかくだからこれ見ようかなと思います。読めない、信仰攻撃の歌、まるで全くわからないなんですけど、まあ、その前に装備を見てくれ。これ野良犬ソードをつけていて、バーサクをねかけたいんだ、この二人に、レイラとロッドに。なんか強さとか上がる、あ、攻撃力が上がるのとかは、まあ、全能力アップっていうのがあるんだ。めちゃくちゃ強いね、みゆさん。本当はさ、リュッタを連れて行こうと思ったんだけど、あれ？待って、すべての能力が上がったのって、みゆさんだけ？俺は人に、自分、ね、我々にかけてほしかったんですけどね。まあまあ、しょうがないや。とりあえず、命中だけ上げとこうか。ね。で、そうしたら、なんかある？別にもうないですよね。まあ、命中はね、上げてるんで、あれとかこれ飛んでる的にはちょっと俺バースかけようと思ったんだけど、ダメだよね。危ねえ。ダメじゃん。飛ばれちゃっちゃう。このゲーム完全に終わったかと思ったよ。あ、どうしよう。じゃあとりあえずこれ進行攻撃の歌っつったってな、俺。こんな弱いものしか持ってないんだけど、無敵の鎧外そうよ。これじゃダメだよ。これ弱いぞ、みゆさん。ちょっと、仕方ねえな。やるしかねえな。ちょっとやってくれ。覚悟してください。歌は同じか。お、すごいよ。フェニックスさん出てきたよ。フェニックスさん出てくる前にフェニックスさん出てきたよ。やーべえ。進行攻撃ってのはなんなの？なんか神の鳥を呼び出す召喚の歌なのかな？すげえな。どうしようかな。ちょっと予定が狂っちゃったな。とりあえず、じゃあ大旋風。まったく、手こずらせやがって。ちょっと飛ばれちゃったのはね、想定外だったね。悪かったな。だからってこっちが飛べる魔法、おっと、たとえ強大な力を持っていたとしても、それを使う心が醜いものであれば、無意味なんですよ。俺に言ってるのかな。で、ちなみにですね、お金はたいて、魔除けをね、買ってますんで、どんだけ歩いてもへっちゃらなんですね。まあ今、最後の最後でね、こんなもの買うとは思わなかったんだけど。どうしようかな。もう、みゆさんとはもうここでお分かりになってしまうので、魔法は、なんか回復魔法とかあったっけ？技術？技能って使えないんだ。この時点だと。なかなかあれですね。不器用なんですね。そしたら、もうほこらじゃねえ、神殿行けば、アイテムは揃うんで、じゃ安定の、ひっぺがし。ごめん、俺さ、最後優遇したつもりなんだけどさ、結局、冷遇してしまったね。すまないな。で、ちなみに、いいや、別に。これ、いい加減慣れてよってさ、言うくらいだったらさ、りんちゃんがさ、譲ればいいんじゃないのって。俺、仕事中ずっと思ってたんだけどさ。それだけ。さて、こっからだね。
もうすぐかな、水中でも息ができると。で、待てリーダー、俺も一緒に行くぜ。なんかロッドはさ、水の中入ったら二度と上がってこれなそうなイメージなんだけど。ドワーフだからさ、やっぱロッドちっちゃいしさ、レイラちゃんはね、まあ、竜の子だからかでかいんだよね。やたらめったらでかい気がするんだけど、気のせいかな。とりあえず素早さ上げとこうか。おっそ、素早さを上げてもロッドに、ロッドと互角だからね、レベルがね全然違うんだけどさ。さて、ね、邪魔なウーパーちゃんは速攻でぶっ飛ばして、ここがラストだね。ロッドはどうかね、なんか喋るかな。一応ね、このエンディングっていうか、このルートの、あ、赤来た来た、まさかお前が水流の子供だとはな。まあ一言だけなんだけど、あとあれだね、自分でさ、とどめ刺すけど、お、何が起ころうと関係ない、レイラのためにもここで帰るわけにはいかないんだ。黙っちゃったけどさ、ロッドとの友情は何か俺育んだっけなって、今あ、うん、どうだったかなってちょっと思っちゃったからね。うまくねえな、今ハッとねちょっと考えてしまったよ。素早さは下がらないのか、防御、野良犬ソードとじゃ無敵の鎧で、もう完全に、なんだろう、黄金の鉄の鎧になるわけですね。ロッドがいれば水流は倒せると。さて、まあ、問題のここからですね。さあ、これでもう20分やってるんだけどさ、どれくらいカットできてるんですかね。私が死なない限り神殿の周りにある毒が消えることはないだろう。私は再び毒によって正気を失いかけている。で、私が再び暴れ出す前にとどめを刺してくれと。ここですね。で、前回ね、ラケル君の前ではちょっとできない。むしろラケル君の前じゃできないよね。やっぱお父さん大好きっ子だもんね。ロッドは、いや、ロッドもお父さん好きか。みんな好きだよな。基本的にはね。もちろん例外もあるだろうが。今回は願いを聞きましょう。レイラちゃん、自分でやってくれ。ん？おい、本当にそれでいいんだな、レイラ。この先、後悔はしないな。お前、マジか、そんなことをお前が聞くとは思わなかったよ。やるんだよ。お前が決めたんなら、もう何も言わんさ。だからいいな、俺も手伝うぜ。お前が辛い思いするのを黙って見ているだけなんてのは嫌だからな。親友としてお前と同じ辛さを味わってやるさ。うお、超かっこいいんだけど。これは一体どういうことだ。私の体から全ての毒が消えている。レイラ、本当に本当に良い友人を得たのですね。
ジェイバ、レイラと友人の結びつきの強さが奇跡を呼び起こしました。あなたたちのお互いを思いやる友情の力でジェイバは元気になったのです。元気って、そうか、エレナに救われたあの時と同じことが起こったのか。ということはこれでアトランティーナも美しい湖に戻ったのだな。レイラ、我が息子よ。ん？いや、俺はいい。私はこれからこの神殿で皆を見守ろう。お前は地上に戻り、アトランティーダの村を復興させてくれ。お前のことを待っている多くの人々と共にな。私があの時リューベンの気持ちをもっと分かっていたら、こんなことにはならなかったのかもしれません。お前やアトランティーナの人を不幸にしてしまった。レイラ、これからも人とのつながりを大事にして、アトランティーナの村をお父さんと守っていくのですよ。ではジェイバ、私はそろそろ行きます。ああ、そっか、エレナ悲しまないでください。また必ず会えますから。だからそれまでレイラのことを見守っていてくださいね。ああ、分かっているよ。レイラ、あなたも元気でね。あなたは私の大切な子供です。だからいつまでもそのままのあなたでいて。レイラ、それではあの時お前にかけた呪いを解こう。これはどうなるんだ、レイラもドラゴンになっちゃうのか。これでよい。ではレイラ、アトランティーナの村は任せたぞ。お前何しに来たんだ。レイラ、聞こえるか。お前の人を思いやる心と友を思う気持ちが、父とアトランティーナの人を救い、自らの呪いを解く力となった。その気持ちを忘れずに、これからも友と力を合わせ頑張るのだぞ。またか。その後レイラは多くの仲間たちと共に人間としてアトランティーナの村を元の活気ある村に復興させていく。そんなレイラの姿を父親である神殿の水流は誇らしげに見守っていたという。後にレイラは復興したアトランティーナの領主となり、村の人々に慕われながら長きにわたりアトランティーナに尽くしたと。マジかよ。ていうか、で、水の神殿にはやっぱり行き来してるんですね、みんな。別にレイラに会いに来るとかじゃなくて、ドヤードヤーって。あれだな、水流も結構フランクなんだろうな。よく来てくれたなって。結構おもてなしとかしてくるんだろうな。ああ、よかったね。なんだろう、とどめをさせないエンドはエンドでよかったと思うんだ。レイラは竜になって、ね、まあ、ラケル君、ね、友達と僕も一緒に残るよっていう、そういう友情もね、全然いいと思うし、ね、こっちはこっちで、まあ、ありでね、こっちが多分一番いいエンドなのかな。まあ、ただエレナさんがね、一人でまた戻っちゃったんでね、それがまあかわいそうかなっていうのはね、あったんだけどさ、まあだからそれを考えると、まあどっちもどっち、ね、まあところはあったのかなと思うんだけど、両方ね、いいエンディングだった。二つやってよかったなと思いますね。あとはミーヤさんには本当に本当に悪いことをしたと思ってる。うん、最後の最後までね、防具を引っぺがしたり、
武器を揃えてこなかったり、ね、二人にはバーサクをかけられなかったし、ちょっと合わなかったんだろうな、俺とは。うん、そのうちね、ドアドンドンって叩いてね、覚悟してくださいっつって、あの、火の鳥で、焼き、丸焦げにされるかもしれない。いや、本当にスペシャルサンクスですね、本当に。時間がね、絶対長くなってるんだよね。もうカットかな、カットっていうか分割してるかな、おまけの1、2でやってると思います。っていうのも、あの、あれだよ、あの、全身複雑骨折で、ね、31日を迎えてしまったのがそもそもの原因だったんだよ。あんなね、バグをバグらせてやろうなんてね、思うのは、思うことがね、最初から罪だったんだよ。俺の罪は重いな。よし、じゃあ最後だね。この、場所ですね。で、ここで、ああ、ちゃんとね、ロッドが追ってきましたと。ありがとう。かっこいいね。フェニックスさん、どうなったんですかね、フェニックスさんは。ここだね。レイラは悩んだ末に、水流の願いを聞くことに決めました。そばにいた仲間も、レイラと一緒に苦しみを分かち合おうと言ってくれました。二人が同時に水流に向かっていったとき、水流の体を大きな光が包みました。二人のお互いを思う気持ちが奇跡を起こし、なんと水流の体が元に戻ったのです。いや、完全にあれ、とどめはさしていたけどね。水流とレイラを見守っていた母は、光の玉となって天に召されていきました。これがね、ちょっと悲しかったね。レイラは水流に呪いを解いてもらい、ロッドと共に村に戻ったのでした。昔の住人が、一人また一人と戻ってきました。セスナの町の人たちやロッドと一緒にレイラは町を蘇らせました。水流はそんな人々をずっと見守っていました。そっか、うん、あ、金の絵本が完成しました。あれ、前回ってどうだったのかな。金じゃなかったのかな。こんなやつ出たっけ。多分出たとは思うんだけどね。初めからで金がね、出てるから。とりあえずここに上書きをしてみれば、まあわかるはずだね。ああ、どちらにしろ金、うん？青が増えている。何をしたんだ俺は。何もしていないんだけどな。まあ、金も増えたし、青も増えたし。あれかな、たくさんこれセーブ作ってるから、青エンディングもやったことに、いや、なってねえよな。まあいいや、深く考えるな、予想。まあ、あとは気になるのはこれだね。もう、R ちゃんがね、このゲームをまた手に取ることは、もう何十年先とないかもしれないけど、ゲームの流れが変わる。っていうのはね、なかなかまたすごいよね。絵本が増えると話が変わるってね、死ぬまで遊んでねってことなのかな。すごいなぁと思うよ。ね、31分もやっちゃってるしね。よーし。サイレンもやるぞ。あと青の英雄もやるぞ。